ゴールデンウィークに植えた稲が育った。我々は現在八代目義兵衛さんの協力のもと石川県珠洲市で村井米を作っています。今回は稲刈りにやってまいりました。マックス村井たちの前に立ちはだかる様々なトラブル、これは壮絶な稲刈りドラマである。そしてまさにこれから稲刈りをする村井米はもう皆様ご購入できます。予約を受け付けておりますので概要欄のリンクからどうぞご予約ください。では壮絶な稲刈りをとくと見よう。これだよ、これを食べなさい。村井さん、このなんだちょっと稲の倒れ方見てください。いい感じで垂れてるぞ、神戸を、はい、これが神戸をこう垂れるのが刈り時。あと、ま、いや綺麗、周り見てください。あのなんか別のもん生えてますよね。大草原、草が生えてる。草がこれなんで生えてるかわかります？無農薬だから。あ、無農薬ではない。あの農薬を極力減らしていて、もう稲に回してる、まあ、これぐらいは全然大丈夫です。まあ後でまたご説明いただきますけどね。とにかくね、色が綺麗。いいね、本当に色が綺麗。いやもう黄金、黄金、あれちょっとちょっと黄金だよ、黄金、黄金、黄金色。いいね、いいね。これが村井米、村井米になります。これから草刈りします。草刈りじゃない、稲刈り。稲刈りします。草刈りはしない。もうね、ちょっと待って、つ、あ、いや、つ、ちょっと待って、待て。これ映してる、え、いいね、ちょっと待って、ちょっと待って、つ、つ、ちょっと、こっちがつる、右足がつる。どうしよう。いや、わからない。かかとがね、あ、かかと抜きますわ、そしたら。あ、マジ、さすが、ヤンキーの息子。おお、うん、確かに結構、うん、結構ありますね。で、で、ほい、待ってね、よいしょ、いける。いや、左は抜けない。あ、で、つる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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、じゃあ、両手でいきますか。待ってください、長靴脱げますよ。一回脱いじゃっていいですか。一回脱いでここ来ればいい。せーの、よいしょ。長靴が、あ、長靴が脱げた。しかも稲を幾ばくか踏んでしまった。すごい深く入っちゃうね。あ、このアモツも何だっけ。確かに、うん、すごいぞ。力をグッと入れないことですわ、うん、踏み込んだら出れない、うん、はい、第1回チキチキ生揚げ対決、イエーイ、からのどうです、実ってる田んぼが後ろでございます。すごいな、今伊沢の声が響いたぞ。すごい反響したぞ。大自然でございます。大自然だな。大自然の中の雨からの実りでございます。よーし、はい、よし、やろうやろう。じゃあまずこちらに手に持っている稲刈り釜、これをご説明をさせていただきます。はい、これちょっとね、かなり切れるんで気をつけてくださいね。これ刃がどうなってるか見えますか。見えます。ノコギリみたいに内側にギザギザってなってます。これね、あの人に当たっちゃうと大事、危ないので、そうです、こうやってやるんですけれども、まず稲の刈り方を説明させていただきましょう。親指、こうやってしまうと当たってしまうので、グッドのポーズで稲の中心の部分、まあ、かなり下の部分を持ってます。で、上から、まあ、4、5センチのところを1回でバッって切って、もう1回でバッって、ほうほうほう、もう内側に引くとすぐ切れます。おー、で、移動するとき危ないんで手にこうやって持っていきましょう。あの軍手なんで切れません。結構ね、これでね、当たっちゃうとこであるんでね、うん、っていうことを私はですね、やっております。ほー、はい、じゃあ入りますか。入りましょう。入りますか。はい、あっちの方から、あっちの方から、はいはい、じゃあちょっと記念すべき一刈り目いいですか。はい、皆さん、はい、上を、親指を上にやってくださいね。グッとね、グッとね、はい、で、引く、ノコギリのように。おー、おー、一刈り目いいですね。で、奥、奥で、じゃあじゃんじゃん買ってっていきましょう。はい、じゃあもうどんどんいきましょう。どんどんいきましょう。バウンス、1回で、1回でやる。
回で切るのはなかなか力いらないか。角度ですね。この刃がちょっと内側に来てるんで、それを元にシュッと。おお、なるほど、ね。そうするとすごい力がいらない。なるほどね。ちょっとコツがなんとなく今分かった。橋本社長、なんか違うの買ったんですけど。おお。なんでしょう。うん、それ草ですね。草入る。うん、草深き。いざすげえな。早いでしょ。早いな。早いでしょ。日が暮れちゃうんですよ。結構汗かいてますね。かいてない。雨か。雨だよ。雨だ。雨か。それを走行してるうちになんか雑草が。雑草が見えてきた。雑草が見えてきた。雑草区画。これは社長。あれは多分キエだと思います。キエってなんか。キエは要はその同じ雑草化なんですけども、うん、まあどうしてもこう農薬を極力少なくすると。こういった雑草が生えてくるんです。その分お米が美味しいと。なので一緒にこの雑草も刈り取りして、で稲とは別で、おー、はい、していただければと。なるほど。はい。美味しい証拠です。素晴らしいです。昔はね、キエアワーっていうのがね、はい、それも食べてたという。なるほどなるほど。なんか初めての稲刈りはどうですか。いや楽しいぞ。面白いぞ稲刈り。参ります。俺の必殺技なんだかやたらとつまんない同じ毎日同じ顔立派になんかなりたくないけどでもこの稲のこの幹というかストローみたいになってるんですね。そうですね。中が空洞でね。中が空洞で、はい、中が空洞で、うん、ストローみたいになってる。あそこは水分ですかね。そうね。水の通り道、うん、水の通り道。おお。なんか綺麗。まあそれがあるから非常にこの刈りやすいってのもあるんだけど。下の切り株を見ていただくと、切り株、切り株の下の部分ですね、切った後の、ほうほう、もう完全に分かりやすいですよね。ああ、そうだね、分かりやすい。このまま行くとかなりぬかるみゾーンやってきますよ。そうですね、はい、ぬかるみゾーンに徐々に徐々に。おそらく先ほど村井さんがぬかるんでたのはここら辺かな、うん、あと3メートル5メートルぐらい、うん、そうですね。手前は多分大丈夫だと思います。こっちはね、うん、こっちが。なるほどなるほど、はい、いや相変わらずすごいね。むしろここじゃないですか。ここ来た。さっきの私のぬかるみのとこ。ああ、めっちゃすげえ。ここだ。ぬかるみ切ってた。そうね。深い。裂け目みたいになってますよね。すげえ。大地の息吹がね。あのゾーンまで来たか。来ましたよ。もう少しですよ。いろんな虫がいますね。いるね。ゲンゴロウみたいなのいるね。います。うん、いますいます。すごいね、うん、はいはい、稲刈り、稲刈り終了しました。お疲れ様です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 。もうね、軍手びしょびしょ。
もうね、あの稲を持つこっちがね、びっちょびちょになってますよ。どうでしたか？いや、なかなかな、なかなかな重労働でございますね。そうですね、途中から喋んなくなりましたもんね。そうすな、なんかいけるいけるって言ってたけど、ある瞬間を境に、まあ、10分ぐらいしたくらいですかね、パタリと言葉がなくなりました。あと握力がなくなるね。そうですね、かなり持つんで。無事終了いたしました。お疲れ様でございます。お疲れ様でございました。まあ、あの今日刈り取ったこのお米がですね、うん、マックス村井米として、はい、全国の子供たちに美味しく食べていただけるという思いで、はい、私も一生懸命入れ替えさせていただきました。はい。で、あのこのお米はですね、実は3ランクありまして。3ランク、はい、うん、普通の一般的な栽培で作ったお米、うん、その上がですね、有機肥料だけで作ったお米、はい、で有機肥料で作られるプラスさらに美味しくなる魔法の肥料を使った魔法の肥料。魔法の肥料。魔法の肥料。ちょっと初耳じゃないですか。魔法の肥料です。じゃあこれは入ってるんですね。入ってるんです。はあ、それは内緒。内緒です。あまあまあ最上ランクの。そう、最上ランクのお米ですね。なるほどなるほど。はい、このお米を皆さんに食べていただく。はい、はい、3ランク中トップ。トップ。はい、もうぶっちぎり。それを素晴らしい。食えと。食えと。マジかと。素晴らしい、はい、どうです、一発目こんないいのやっちゃっていいんですか、ね、やばいな。やばいですね。でも大丈夫。はい、キープしよう。分かりました。高いレベルをキープしに行けよう。じゃあ引き続きこの後の工程もございますので、はい、そちらご覧ください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これでございますか。本日買った稲、はい、こちらでございます。さっきのさっきの稲とはちょっとは違うけれど、同じ品種の、はい、田んぼの、はい、すごいね、はい、これ今どんな状況か分かりますか。干している状況。干している。そこへ、こちらに、はい、社長、ちょっとご説明をお願いします。そうっす。はい。先ほど、稲刈り終わりまして、あのままで、ゴミを吸って、食べられるわけじゃないんですか。はい。はい。ここから一手間、二手間かかりまして、おう、まずは、出来上がった、刈り取ったお米を、の水分を抜くっていう、水分。この作業なんですよ。お米自体をこう引き締めるみたいな。そうです。要は1年間いわゆるそのカビが生えずに食味が落ちないように水分を大体 15% ぐらいに落とすことで1年間美味しいものになります。へぇー。取った時は結構水分含まれたってことですね。そうですね、はい、そのまま食うと腐っちゃう、はい、あ、そのまま食うと、はい、へぇー。この作業を今これが、はい、さらにこれを天然でこういう陰干しっていうんですけど、干すことで甘みが1年間残るという、わあ、素晴らしい保存方法なんです。すごいですよね。すごいね。今ちょっと雨が降ってるんで、まあ、元々かな、ブルーシート上にかかってますけれど、でこれ1週間ぐらい。そうですね、数日、1週間から2週間ぐらいです。要はもういわゆる天日って言って、はい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 、太陽の光だけでいわゆる乾燥させるので、じっくりと時間かけた方がお米が美味しい。すげえ。このお米ですよ。いいですね。はい。すごいですね。でね、最近は機械が発達しまして、機械で乾燥すると。こういうのやると、今やってるとこないんですか。そうですね。本当に手間暇かかりますんで、時間もかかるので。これをマックスみたいな。おー、すごい。皆さんで食べていただきましょう。素晴らしい。では次回は、はい、完成でお会いするという形ですね。そうですね。はい、ね、はい、じゃあ皆さんも次回もよろしくお願いいたします。お願いします。さよなら。はい、そんなわけでこれでございます。稲です、稲。いや、こんなん草生えますよ。どういうことですか。草生えますよ。まあ、あの用語ですか。大草原深きっていう、深きってやつですね。はい。はい。お待ちを。皆様、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方は、ぜひとも高評価を。また、まだチャンネル登録がお済みではない方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今、流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後、このチャンネルで公開いたします。
現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちはやりきります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ。シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス・ムライ。人工知能にはインストール完了。マミルト。マックス頑張って。歌う生徒会長スプリングマオ。そして野郎ども。おわに任せろ。全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー。赤いサイバーロード。